皆さんこんこにちは小大郎です、えー大,晦日えー、大晦日に誰も見ないかもしれないけど強引に2本目、えー、年末解雇ということで、えーまあ、岸田政権の、えー、実績一覧というものが、えー、これ、まあ、途中までのものですけれどもこの途中までを見ても経済安保法案、えー、原発再稼働全原発再稼働も最後はもう、えー、柏崎原発これ国の側はもう、えー、原発再稼働に向けて 国の側の側許可をもう下ろしたこれも相当時間かかると言ってたこれやっちゃったねそこまでやっともう東日本でこの新潟県に、えー、弾が投げられましたで、えー、安保三文書これの、えー、改定に沿った、えー、防衛費の大幅増額が今年もたくさん進みましたそして G7、えー、広島サミット、えー、これでも、えー、国際社会において、えー、まあ 大きなです、ねえー、日本の外交的存在感を示すことができましたそして、えー、G7 側に結局日本がですね安倍時代にこれはもうプーチンとの関係を通じて良好な関係を通じて習近平を抑えるそしてプーチンを抑えることで習近平との えの暴走を防ぎながらその二つの圧力で北朝鮮を抑えるというのが安倍外交ですもう無理なんだウクライナでプーチンがこうあれをやってしまってそして北朝鮮がもう核搭載 ICBM と人工衛星までやってもうここまで来たら我が国はもう裸も同然になっちゃってて明確な軍事的なリスクを犯すほかがないだからもう岸田外交は 極めて G7 寄りりになり、えー、その点でなんか美中岸田政権とかっていうこれ俺の目の前でね信じられないよね全く美中どころかもう中国との関係完全に今冷却しきった状態で、えー、アメリカとに寄り添った安全保障政策に入っているでその、えー、アメリカと寄り添ってるというと今度は 岸田はバイデンのポチだとだから習近平美中という同じ人が岸田は美中だと同じ人が岸田はバイデンのポチだこれを聞いてそうだそうだちょっといくらなんでもみんなこう政治動画を見る時にやっぱり頭は使って見てんのかなと思う節があるよこれ成立しないから <laughs> でえー 個別のことで私が番組で紹介したものをですね、えー、ちょっとバーッと見せておきますけれども、まあこの経済安全保障法というのは、えぇ、ー、もう基幹インフラの安全確保、給供給網の構築をする、先端技術の官民の研究、そして特許の技術の流出防止と、それからこの間は、えー、港湾ですね、港に入るものの、えー、検査、えー、これも入ってくる。こうやって、えー、もうあの非常に日本がですね、 経済安全保障において目覚ましく進化するというか普通の国になるということだけどでこの状況がえ今もう法律がバンバンできるこれからえ後で紹介しますけどセキュリティクリアランスも出てくるで半導体の工場の誘致もえどんどん進めているとこれも年末にしっかりお話したのでそこでまたえ話し直しましょう。そして、えー 総合経済対策ですね、えー、これ非常に評判が悪いということでこれ支持率下がったと減税増税メガネって言われてるのに減税ってさったら卑怯じゃないかとだからね増税メガネという言い方自体が嘘っぱちだったんでしょうという話でそして、えー、何かこう大きな政策をやると増税をするんじゃないかと確かに税減の問題はありますしかし税減の議論をするのは当然のことですしかし今 景気の好循環を作る方が増税議論より先だというところに岸田総理は明確に今言ってるわけだから。そうするとこれですよ。成長の成果について適切な還元を行うということで、3.58%の賃上げ、名目100兆円の設備投資、50兆円の受給ギャップの解消と。そして税収増加が続いているんです。で、この税収増加分を国民に適切に還元すると言ったらですね、そうじゃないと。 もうこれは使っちゃってる。そういう話じゃねえって。税金をか、今余ってっから税金還元するんじゃなくて、税金を国民に増収した分を国民の利益に、国民がそれを元にして成長できるような国にするという話でしょ、これは。だから、コスト型の経済。つまり、何でも、えー、もう、デフレ社会ですよ。そして、え物の値段を下げりゃ、物の値段を下げりゃ一瞬我々嬉しいけど、 値段の下がったものをみんなが買ってりゃ自分の給料が下がると。これは当たり前やね。つまりこの構造をやめてコストカットではなくて逆に給料を上げると。じゃその給料を上げた分を稼がなきゃいけないと。会社がね。給料を上げちゃったのに稼がなかったら会社は潰れちゃう。給料を上げていくから上げた分だけ社会全体が稼ぎ合える状況を作ろうということで、これはインフレ目標2%という 安倍ささんんんとと黒田さんの話話を現場に落とし込んだ話ですつまり賃上げをするともう賃上げをもう毎年構造的に無理やりやっていこうじゃないかと経営者の皆さんとそれを政府が主導するから賃上げを実現するということを通じて国民の給料が上がって購買力が上がると給料アップが購買力アップにつながる流れを作りましょうとこれをもうすでにあの手この手で始めているわけですね。で えー、ガソリン補助金これはもう、えー、この間ちょっと頓挫若干、えー、話が頓挫しましたけれども、えー、若い世代のこれはもうちょっと前の情報ですけど1,000円超えの最低賃金もうこれ年内に、えー、実現しています結構びっくりするような、えー、時給を配ってる会社ありますよ今。 1,500円だ2,000円だ2,500円だみたいなものを私の周りの会社でも、えー、時給で出しているというようなベンチャーも現れています。それから106万円の壁を超えるということで、えー、労働者たちが、えー、より多くのお金を稼いでその分、えー、税金に取られちゃうというこの逆転現象を防ぐと。でこれは現実にも、えー、2023年度の 賃上げが過去最大の84そして、えー、賃上げ率5%超での賃上げが中小企業で37%もあったと中小企業が遅れを取ってないとのこの状況を、えー、今度は大企業に、えー、中小企業を公正取引委員会に今政府はですねかなり仕事をさしているつまり えー、中小企業への,、えー、の価格転嫁の問題これで中小企業側がですね、えー、圧迫されないように、えー、今政府は、えー、目配りをしているこういうのももっと発信した方がいいんですよ政府岸田総理は、ね、いつも政権には言ってます、えー、もっと派手に発信してほしいとそれから、えー、岸田総理決断で進む抜本的な防衛力強化ということで、えー、今年1年で1兆4000億これが5か年継続していく。 えー、もちろん来年からは今年もう契約しちゃってる分がたくさんありますから、えー、その分は来年から消化予算になるわけですが、えー、まあすでに弾薬これは8000億円だったこれは前年比プラス6600億円と、えー、いうことで1600億円しか弾薬代が今までなかったんですよそれ8000億円何倍になったのか1年で5倍 1> 1年でで倍にしてるんですね弾薬代がこの5倍が5年続くんですよ皆さんそして5年続くという5年さらにこの率が増えていってその状況でつまり武器弾薬の圧倒的な不足に対してですね台湾有事がいつになるかいつになるかならないのかなるのかと言ってる段階でもう滑り込みなんだよ。滑りり込みでつまり我が国は 日米で歩調を取って、継戦能力をも,うものすごい勢いで上げ始めたよというサインなんです、これは。台湾有事へのですそして、サイバー攻撃対応でも前年比2,000億、3,500億円、防衛研究費も前年比6,000億円プラスで9,000億円、つまり防衛研究費3倍、そしてインフラ整備5,000億円。 これは前年比の3500億円ということでこれも3.5倍こういうですね、えー、もうこの状態がこれからますます続くとそして、えー、これは去年たまたま一つの記事ですが紹介したんですけども、えー、国民投票アクションプロジェクトという若手の会に岸田総理がですね30分も出席をしてそして自衛隊加盟を含む憲法改正に人気内に取り組むと言っている もう来年私とうかもう正月明け早々からこの憲法改正私動くよ私動くんですよそして保守派の論,論客の皆さんにも言っておきたいこれ動こうね岸田がこうで安倍がこうで美中がどうでもういいからさそういう評論は国民投票法に動くと総理が言ってんだからその言ってる総理を支えないでどうすんのと。 これ来年私一人一人訪ねてこの話を直談判するよ保守論客の皆さん楽しみに待っててくださいでいろんなのがありましたね、えー、昨日言ったのも農業基本法の改正これ食料安全保障に初めて踏み込んだんだそれから、えー、アメリカにパトリオットを、えー、輸出すると武器輸出解禁が えー、同盟国アメリカに対して、まあ、ウクライナで今不足してるからね今まではアメリカから武器を買ってたで保守派の人たちはこれが美中だ、えー、あのアメリカのポチだ武器も全部買わされてるとでも日本の製造ラインで載せたものを売るとそしてこれこれから日本製どんどん出てきますよということで、えー、これもおとといかんか紹介したね、えー、IHI が防衛部門、えー、大幅にですね人員を3倍にするんだってか。 えー、従来、えー、300人だったものを850人倍以上にするとでこれにはもう,もう、えー、三菱電機がですね防衛宇宙事業部で1000人の増員を決めているそして、えー、三菱重工業も3年間で3倍研究員を増やすということでもう国内での武器生産、えー、武器の開発が本格化すると。 いう状況で日本においてはこれは市の承認になるのではなくてむしろ日本の安全保障になるんだというお話ももうしておりますそして自衛隊の、えー、増員、えー、まずは定員分までまだあと1万人そして、えー、これ、えー、先ほど、えー、高市三内大,大臣と電話で話しました、えー、もう今年もありがとうとそして 高市大臣にしっかりと保守の流れをつないでいただくためにきちっともっとしっかりと組織をしないといけない私もそのために今非力だけどきちっと支えていくつもりだということを高市さんとお話をして年末を閉じるわけです。でその高市さん肝入りのセキュリティクリアランスで。 もう今防衛安全保障関係の原稿が殺到してもうずっと原稿を書きっぱなしようなんてさっきもおっしゃってたけどくれぐれも体気をつけてこれからえのあれですからね高橋さんということで岸田さんをしっかり守るこれだけやってるんだからそしてや,やれるところまで岸田さんにやってもらうなぜ長期政権こそ国力だから憲法改正までやると言ってる総理大臣を保守派が 年末の大晦日まで叩いてどうすんだどこが保守なんだこれの本当に。完全な保守分断じゃないですかこれだけこれだけ数え上げてまだダメなのこれだけ、これ全部やっても、まだ岸田はダメだと。じゃあ安倍さんもダメだよ。全く話にならないよ。これだけやった岸田さんがダメだったら。もういい加減ね。来年。 1>, 1月中にスッキリしたいね。1月中にね、やっぱりこの保守の内部で、岸田さんと保守の皆さんを分断しよう、分断しようと。だいたいこういうのはね、どう見ても商売を超えてるよ。内部の分裂を起こすってね、本当にね、皆さんね。これ情報戦の基本だからね。いい情報戦の基本なの。商売じゃなくて。もう一度言うよ。情報戦の基本なの。内部分裂、内部分裂を起こすの。 今日本の敵は何ですか明確です、それ中国と北朝鮮ですよ、まずは、そしてロシアもそう、そしたらこの明確な敵が、台湾有事やるよ、と人工衛星、北朝鮮上げちゃったよ、もう日本、裸同然だよ、ロシアは北海道侵攻のシナリオがあったと、ニュー,ニューズウィークに去年、おととし、出たでしょ、これは本当かどうか、ニューズウィークにしかし出たんですよ、ロシアの北海道侵攻とウクライナが同時に検討されたと。 三つの敵がいるのに、なんでこれだけ安全保障をやってるだけでも岸田さんという総司令官を支えるのが最低限常識いいね。これはどう見ても、この中国、北朝鮮、ロシア、これとの戦いに今、ここまでの安全保障努力をしている総理を引きずり下ろそうとする愛国保守というのが、これ愛国保守じゃないから。これ反日極左かさもなければ、はっきりとした分断ですよ。 はっきりとした分断です。こんなに明明白々なことがあるでしょうか。私、直接全員にお話を伺いながらですね、来年はいろんな番組の番組暗記をしていきたいと。まあまさか同じ保守同士でですね、同じ、この国を守ろうと。この国の、 安倍さんが何とか方向転換してくれたこの国を守ろうという、同じ志で長年やってきたこのお歴歴、ほとんど携帯に番号あったりですなえ今までいろんな番組で私も話してきた、隣に座って、まあ私の呼びかけをよもや断る人は、一人もおるまい。良いお年を。